はい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 。いや、こんな試合になると思ってなかったっすね、マジで。すごい大勝でしたし、本当に井上投手ね、二刀流というところでね、活躍してましたけども、やっぱり僕は、モンテスであったりとか、浅野選手の起用っていうのが、マジでめちゃくちゃハマってるんちゃうかなっていうふうに思いました。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ててください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほど終わりました、ベイスターズ対ジャイアンツの試合解説の方をやっていきたいなというふうに思ってます。はい、今冒頭でも言いましたけども、まあ、やっぱりね、井上投手っていうところが、まあ、2打席連続タイムリーね、打ちましたし、ピッチングでもね、非常に、いい活躍をしてくれてましたと。ただ、やはり井上投手がね、まあヒーローなのは間違いないと思うんですが、まあやはり共同で言ったらですね、浅野選手であったりとか、まあそのモンテスが3番に入ったりとかね、そういったところの、まあ起用というか、その二人がすごくハマってるなというか、うん、まあヒーローは井上投手なんだけども、影のヒーローっていうのは間違いなくその二人だなというふうに思いますので、そういったところも含めて、ちょっと今日ね、詳しく解説していきたいなというふうに思っております。はい、じゃあですね、今日の動画の構成としてはですね、まず得点シーン振り返っていきまして、その後にスタメンの変更点見ていきます。で、最後に配球チャートなんかを見ながら、僕が気になったところであったりとか、まあ、ここがプロの技ですよ、みたいなところをですね、できるだけ分かりやすく面白く伝えていきたいと思います。この3本で、やらさせてください。はい、じゃあですね、まず、僕の胸あたりに、得点ボードをね、映しながら、得点シーンを振り返っていきたいと思います。はい、まずですね、今日はですね、11対1というところで、まあ、ジャイアンツ快勝したんですね。うん、大勝しました。はい、非常に、まあ、正直こういうゲームになると思ってなかったんですね。うん、こんだけ点が入るとも思ってなかったし、うん、まあ、こんだけね、まあ、楽なゲームって言ったらあれですけども、まあ、その序盤にね、試合が決まるとは思ってなかったんですね。はい。でですね、まず得点シーン振り返っていきますと、まあ、2回表ですね、2アウト2、3塁から井上投手のですね、ピッチャー、まあ、強襲のヒット。まあ、これで、ジャイアンツ先制するんですね。で、まあ、この3回表が大きかったですよね、この3回表がね。はい、ワンアウト1、2塁から大城さんの、ライト前ヒット。で、ワンアウト1、3塁から坂本選手のセンターオーバーのツーベース。で、ツーアウトを満塁から井上選手がね、また2打席連続タイムリー、ショートへの内野安打。で、ツーアウト満塁から丸選手のライト前ヒットというところで、この回一挙5点取るんですね。で、この時点で6対0なんですね。うん。で、3回裏、まあ DeNA も反撃しますと。で、ワンアウト3塁から梶原選手の、セカンドゴロで1点返すも、まあ6対1という風な形ね、この時点で。で、4回表に、ノーアウト1塁から岡本選手のホームランで2点追加で、もうこの時点で8対1になるんですね。8対1。もう試合が決まり、かけてるというかね、まあほぼ決まったような形。で、9回、にもですね、ワンナッツ1、2塁から、コーリ選手の、まあ、まあ、強襲というか、まあ、一応6Eと、ショートのエラーという風になってますけども、非常に、まあ、いい当たりの、ショートライナーみたいな形でね、行きまして、まあ、1点。で、2アウト満塁から、湯浅、大が、タイムリー打って、2点タイムリーというところで、まあ、11対1という風なゲームになっておりますと。はい。まあね、今まで言ってますけど、まあその、相手投手の、まあ石田投手ね、はじめ序盤、そんな悪いかなっていう感じはしてたんですけども、ちょっとね、球が真ん中に集まってきてたかなっていうところはね、ありました。はい。じゃあですね、ここからですね、スタメンの変更点見ていきたいと思います。僕の顔あたりにですね、画像を出しながら、ベイスターズ、ジャイアンツともにね、スタメンの変更点を見ていきたいと思います。はい。まず、じゃあ、ホーム側のベイスターズから見ていきたいと思います。はい、ちょっとね、まあ、昨日の中止であったりとか、まあ、オフなんかも挟んでね、14日の、広島戦、からの、スタメン変更点になるんですけども、実は、14日と一緒でして、スタメンはね。ピッチャーだけ、まあ、ジャクソンが投げてたんですけども、今日は一打投手というところで、あとのスタメンは、ね、全部一緒でした。はい。はい、まあ、オースティンもね、帰ってきたりとか、非常に、まあ、強力なね、打線ではあるので、まあ、井上投手がどこまでやれるかっていうところは注目だったと思いますし、まあ、どっちかっていうと、まあ、DeNA はですね、まあ、足を使ってとか、っていうよりかは、どっちかっていうと、まあ、もう、打ってっていう形なんで、その分ね、長打をどんだけ防げるかっていうのが、まあ、鍵になってくるんじゃないかなっていうふうに思ってました。
で、対するジャイアンツですけども、まあ、14日の対阪神戦からの変更点になります。はい、巨人もですね、あまり変更点はなくてですね、先日、3番サード坂本選手だったんですけども、今日は、6番に入っておりまして、で、モンテスが前日では6番だったんですけども、6番レフトだったんですけども、今日は3番に入っているというところで、まあ、そこを入れ替えてきたと。3番と6番を入れ替えたという形。で、ピッチャーは戸郷投手だったんですけども、今日は井上投手というところで、まあ僕、この間の動画でも言いましたけども、まあ3番モンテスの方がいいんちゃうっていうふうに僕言ってましたから、まあこれの通りになったというか、まあまあ、まあそうなるやろうなとは思ってたんですけども、うん、まあそういった形で、どれだけ、まあ、チャンスを作れていけるかというところね。で、モンテスも状態いいので、まあモンテスの前に、どんだけチャンスを作れるかっていうところが、まあ鍵になってくると思いました。はい。でですね、じゃあここからですね、僕が気になったところであったりとか、あ、ここポイントですよとか、ここを、まあ今日、勝負を分けましたよね、みたいなところを、ぬぎぬぎ分かりやすくね、面白く伝えていきたいと思います。はい。まずですね、一回裏、まあ今日ね、対勝しましたと、ジャイアンツ対勝しましたと、いうところあるんですけど、やはり、一個一個振り返っていくと、まあキーになるプレーが、ちょいちょい出てるんですね。で、この1回裏もですね、これ先頭の梶浦選手にいきなりレフト前打たれるんですよ。ちょっと嫌な感じじゃないですか。まだこの時 0-0 なんでね。0対0なんで。で、これノーアウト1塁で桑原選手がショートライナー打つんですけど、これを香川選手がファインプレーするんですね。うん、めちゃくちゃいいファインプレーするんですけど、これね、もしね、抜けてたりしたら、もういきなりノーアウト1、2塁とか、ノーアウト1、3塁というピンチで、今日どうなってたかわからない。もしかしたら先制点取られてたかもしれないっていうところだったんですけど、この、門脇選手の守備っていうのは本当に素晴らしかったと思います。今日ね。これが取れてたか取れてないかで、多分、大きく試合は変わってたんちゃうかなって思うんですね。はい。でですね、2回表、見ていきます。先ほど冒頭で浅野選手めっちゃハマったよって、今日めちゃくちゃいい活躍してたよっていう風なお話しましたけども、まずこのヒットがね、めちゃくちゃ大きかったですね。ワンアウトから坂本選手がフォアボール。で、ワンアウト一塁で門脇選手見逃し三振して、ツーアウト一塁でこれ、浅野選手回ってくるんですね。で、5球目のスライダーを、まあ、こう、ワンハンドでパーンってこう、前にね、泳がされながら打って、まあ、これ二塁打打つんですけど、まあ、非常にしぶとい打撃だと。で、後から振り返っていきますけど、まあ、今日ね、浅野選手、まあ、このヒット、泳がされて、変化球を泳ぎながら打ったヒットと、ランナー1、2塁かな、ライト前に打ったね、ヒットも あるんですよ。ってことで、非常にその、泳がされてもヒット打つし、球を呼び込んでしっかり逆方向にも打ったしっていうところで、で、ファインプレーもあったりとかしてね、非常にこう、起用がハマってるというか、まあ、そのファームでやっぱりしっかりやってきたんだろうなっていうところは非常に、見えますし、狙いでも、しっかりね、絞りながらやってるなっていう感じはあるので、非常にね、素晴らしい、起用だったなと思うし、めちゃくちゃハマってるなっていう感じはすごくしますと。で、2アウト2、3塁から、これ、井上選手のね、これ、ピッチャーへの強襲で、これ、まあ、先制取るんですけど、まあ、浅野選手のね、このね、2ベースがなかったら、まあ、当たり前ですけど、まあ、このタイムリーもなかったわけなんで、非常にそういったところで浅野選手と、まあ、後から見ていきますけども、モンテスの、起用っていうのは非常にハマってるんちゃうかなと思います。で、3回表ですね、次。で、これまあ、まあ、この回ね、ビッグイニングを取る回なんですけど、まあ、結局、これもモンテスから始まってるんですね。ワンアウトから、ワンアウトランナーなしからモンテスのレフト前。で、ワンアウト一塁から岡本選手のレフト前。連続、連打でね、一、二塁作りますと。で、ここで大城さんが、これまあ、ライト前打って、タイムリー打つんですけど、これちょっとね、配球ちょっと見ていきたいんですよ。うん。でね、今日ね、さっきも言いましたけども、相手の石田投手、そんな点取られるというか、そんな崩れるように見えなかったっていうお話しましたけども、石田投手ね、ちょっと、ツーシームであったりとか、シンカーっていうボールをまあ結構ね、投げてたりとかしてたんですけど、そのね、注意点あるんですよね。どういうことかっていうと、右ピッチャーで例えばシュートとか、シンカーとか、よく投げるピッチャーって、ストレートがシュート回転す、しやすくなっちゃうんですね。うん、どういうことかっていうと、こう、なんていう、こっちにこっちにこう、やってると、ストレートもその癖がついて、ちょっとシュート回転して真ん中に入っていきやすい傾向があるんですね。で、この大城さんの打席見てほしいんですけど、これストレートボール、ストレートストライク、スライダーファール、で、シンカーファールっていうところで、最後ストレートいってね、大城さん打ってるんですけど、これね、見てほしいのが、
1球目のストレートボール、あるじゃないですか。めちゃくちゃいいところに投げてるんですよ。これシュート回転せずにいい感じで投げてるんですけど、最後の、ストレートがやっぱり、シンカーとか投げた後やから、やっぱりシュート回転して中入ってるんですね。うん。っていうところで大城さんもあの、しっかりそれを捉えてっていうところでライト前ヒットなんですけど、やはり、そのシュートピッチャーというか、そういうピッチャーは、ストレート投げるときに、ちょっとやっぱ意識して投げていかないといけないというかね、癖がついちゃうんで、まあ、引っ掛け気味じゃないけども、やっぱりこう、ちょっとね、こう、抑え気味で、こう、球を吹かさないように、こう、ちょっとクッてこう、抑えつつ投げないと、ストレートもシュート回転して、全部真ん中に入っていくっていう、ところがあるので、そこは石田投手ね、今日ちょっとね、まあ、不運やったというか、ちょっとこう、少しだけ、中に入ってしまって、連打を食らったっていうところはあるんちゃうかなと思いました。で、ちょっと、まあ、すごく、難しいところなんですけど、これ、ワンアウト1、3塁から坂本選手がね、これ、センターオーバーのタイムリー打って、で、ワンアウト2、3塁で、門脇選手打席回ってくるんですね。で、ここで、ランナー2、3塁なんですけど、ここ、エンドラン出るんですね。ワンワンからエンドランのサイン出るんですね。うん、ランナー2、3塁で、エンドラン出るんですね。この、サインの意図っていうのは、三塁ランナー大城さんやったんですね。で、絶対追加点欲しいっていうところで、もうゴロ打ってくれっていう、もうサインなんですね。ゴロ打ったらさすがに大城さんでもエンドランかけてるから、絶対帰ってこれるんですよ。うん。ギャンブルよりギャンブルやから。うん。なんですけど、そこで、門脇選手がこれライトフライ打ち上げるんですね。だからこういうところなんですね。だからその、門脇選手が、その、ちょっとスタメン出場を、ちょっと少なくなってる理由とかっていうのは多分こういうとこなんですね。うん。やっぱり門脇選手って本来で言えば堅実というか、まあサインに対して、まあ 100% は言わないけど、それぐらい応えていかないといけない選手なんですけど、まあそういうちょっとしたこのね、フライを打ち上げてしまうとか、もうこんなんゴロ打ちゃいいのよ。ゴロ、もうセカンドゴロのボテボテでも何でもいいからゴロさえ打てば、点入るっていうところで、それでフライを打ち上げてしまうっていうところは非常に、そういった選手なんで、すごくこう、低評価されるというか、おい、門脇あかんな、みたいな感じになっちゃいが、なっちゃいかねないので、そこはね、ちょっとね、まあ本人は分かってると思うんですけど、そこはね、しっかり、今後やってもらいたいなっていうふうなところはありますと。で、その後に、浅野選手敬遠して、で、2打席連続、その、井上選手にね、チャンスで回ってくるんですよ。先ほどはタイムリーで、で、今回もこれは、ツーアウト満塁で、ね、回ってきて、井上選手がね、これショートで内野で打つわけですよ。で、やっぱり、まあ、1打席目ヒット打たれてね、さすがに2本ヒットはないやろって、確率的に、まあ、井上投手と勝負した方がいいやろと、浅野と勝負するより、まあ、井上の方がいいやろっていうところでやったと思うんですけど、まあ、そこでね、その期待をというか、その、計算をね、打ち破るこの井上選手のね、これ、ショートへの内野だっていうのは素晴らしいと思いますし、もしかしたらですけど、ショートのね、林選手ももうちょい三遊間に寄ってた方が良かったんちゃうかなと思いますと。まあ一打席目、まあピッチャーの強襲打ってるんで、まあセンター返しをしてくるっていうところで、ちょっともしかしたら二遊間に寄ってたかもしれないんですけど、まあ配球なんか見てると全部、二球とも全部アウトコースだったんで、そんなさすがに引っ張りきれないやろっていうところで、ちょっと、まあ三遊間ぐらいに寄ってたら、もしかしたらファーストアウト取れたかもしれない、まあかもしれないっていう、ところなんですけど、まあそういった細かいところができてくるとすごく面白いのかなって DNA をね思いました。はい、でですね、次4回表見ていきます。これもね、結局モンテスが先頭のモンテスがこれライト前ヒット打ちますと。でモンテスに関してもめちゃくちゃもうあれやね、変化球泳いでレフト前打って、でこれ引きつけてライト前打ってみたいな、このいろんな打ち方してくれてるんで、これ素晴らしいなと思いますと。でこれノーアウト1塁で岡本選手ホームラン打つんですけど、これも全部3球ともツーシームなんですよ。であんまりこう大振りというか軽く振ったような形で、ライトにホームラン打ったんですけど、でももう僕から言えばね、正直この力感で逆方向にホームラン打てるんやったら全部これでええやんって思うんですよね、正直ね。はい。でもこれはすごく岡本選手からしてもいいホームランだと思うし、あ、この感じで入るんやっていう感覚はあったんじゃないかなと思いました。で、すごく細かいところなんですけど、ちょっとあの、浅野選手にね、ちょっと言いたいところがあって、これ5回裏で、ね、2アウト1塁から、梶原選手がこれね、ライト前ヒット打ったんですよ。で、これなんないプレイなんですよ。なんでもないプレイなんですけど、これね、浅野選手が中継までこう、ちょっとこう投げた時に、それたんですよね。高めにそれたんですよ、送球が。で、ちょっと、危なかったんですよね。別に何でもないプレーなんですけど、その、浅野選手とかってね、これからレギュラーを取っていこうとか、そういう選手なんで、今日すごくね、守備でも、バッティングでもいい活躍できてたんですけど、こういうちょっとした
したその中継プレーまで、投げるときにちょっとこう球が浮いて、おいおいおいとか鳴ったりとか、そういうちょっとしたことがなんかその浅野危ないなとか守備怪しいなとかいうその印象に繋がっちゃうところはあるので、そこはね、気抜かないでほしいというか、まあ少しね、それちゃったんだと思うんですけど、本当にみんな見てるし、その安倍監督とかそういったところすごく厳しいと思うんで、そういう細かいところというかね、もしかしたらテレビ中継には映らないぐらいのレベルのね、感じだったんですけど、でもたまたまね、パッと映ったんで、それはそういうね、ちょっとした一個の送球とか、キャッチボールなんでね、結局。だから、そこをしっかりしてると、浅野選手、やっぱりもっとね、スタメン出場できる回数っていうのも増えていくんじゃないかなと思いました。細かいところだけどね。で、7回ぐらい見ていきます。で、この回からピッチャー今村選手上がってまして、で、これ先頭の京田選手が、まあその、センターオーバーのヒット打ったんですけど、三塁でアウトだったんですね。で、これに関して、まあその、DeNA からしたらランナー貯めていきたいとか、まあいろいろあるんですけど、まあタイミング的に見たら、三塁行けるタイミングなんですね。そんな暴走でもないし、あ、三塁行かれたなっていう感じだったんですけど、まあ吉川選手の中継からね、サードに投げたボールがすごくいいボールいって、まあギリギリアウトになるんですけど、まあ、DNA からしたら、まあ、その、まあ、ランナーは、二塁か三塁かね、どっちかにいといてほしいと思ったし、っていうところなんですけど、まあ、京田選手からしたら、まあ、これ三塁絶対いけるやろっていうところでいったと思うんですけど、吉川選手の送球が非常に良かったというところで、タッチアウト。これは非常に大きかったんちゃうかなと思います。でですね、これね、次、8回表かな。結局これ、ピッチャーも相手ね、坂本投手出てきて、で、ワンアウトから丸選手フォアボール、吉川選手フォアボールというところで、ワンアウト1、2塁になるんですね。で、ここでピンチいったこれ、郡選手が、まあ、ショートでね、結構強い当たり打って、まあ、エラーというところでしたけども、まあ、点入ると。で、カズマファーストフライ。で、ツーアウト1、2塁で、大城さんにデッドボール当たるんですね。ちょっと肩とか、この、ちょっと結構危ないところに当たっちゃうんですね。ちょっと心配なんですけどね。で、ツーアウト満塁から、湯浅大が、ライト前ヒット打って、まあ、3点取って、もうダメ押しのダメ押しってところなんですけど、まあ、非常に、まあ、こういった展開になったんで、まあ、郡選手だったりとか、まあ、湯浅選手とかもね、普段あんまりこう、出場機会ない選手が出てきたりとかっていうこともできたんで、非常にまあ、良かったんちゃうかなと思います。で、最後なんですけど、まあ、9回裏ね、まあ、ツーアウトランナーなしから、まあ、伊藤選手、がね、筒香選手にこう、ちょっとデッドボール当てちゃって、ちょっとさっき、大城さんがね、危ないデッドボール当たったんで、報復ちゃうかみたいなところで、ちょっとこう、なんていうの、ヒートアップした場面あったんですけど、まあ、あれは僕は、まあ、絶対狙って当てたわけじゃないと思うし、筒香選手もね、それは絶対分かってると思うんですね。で、まあ、オースティン選手がこう、バーって出てきて、お前何やみたいな感じで言ってたと思うんですけど、でもあれは、僕は、その、オースティン選手が悪いとか、っていうふうには全く思わなくて、まあ、チームメイトを守る行為だったと思うし、でもそれぐらい、やっぱプロ野球は、まあ、やっぱりこう、仲良し小良しじゃないけど、そういった感じでやるよりも、ああいう、やっぱ真剣勝負の場なんで、ああいう、まあ、シーンっていうのは最近少なくなってきてますけど、僕はいいんじゃないかなと思うんですね。で、絶対この伊藤投手もわざと当てたわけじゃないし、そんな、大城さん、にね、当てたのね、ピッチャー誰でしたっけ、当てたのも絶対わざとじゃないんで、わかるんですよ。だけども、そういうチームメイトを守る行動であったりとか、ね、そういったところで、オースティンはこう、ちょっとヒートアップしたと思うんで、まあそこはね、別になんか、ネット上ではなんか、オースティンなんか嫌いになりましたとか、なんかこう、ツイートとか上がってたりしましたけども、まあそれ、まあそれはちょっと、別に僕はそこまで思わないかなっていう、まあ普通って言ったらあれですけども、まあそれをまあ守る行動だろうなっていうふうに思いました。まあ警告試合になっちゃったんで、あれなんですけど、まあわざと当てたりとか絶対してないんで、もう見ててわかるんで、わざとじゃないとわかるんで、まあそういったところは、まあ大城さんもね、大丈夫ですというふうには、コメントに残してるんで、まあ明日以降もね、しっかり、まあ5番に入ってね、やってもらいたいなというふうに思っております。はい、てな感じでですね、今日はですね、まあ解消したんで、すごく気持ちよかったんですけども、やはりね、僕からしたら、モンテスの3番起用と、まあ、浅野選手のね、今日の、まあ、タイムリーだったりとか、まあ、守備の貢献もありましたけども、非常に素晴らしいなと思いました。まあ、これが正直いつまで続くかわからないし、まあ、安倍監督もおっしゃってましたけども、まあ、保守の起用のね、仕方次第で、まあ、モンテス3番じゃなかったりとかする場合もあるっていうふうに言ってたんで、そこはね、今後どうなっていくのかなっていうところは、注目して見ていきたい、場所ではあるんですけど、
まあ、今日の打線の流れ的に言うとね、まあ、丸さんであったりとか、吉川選手があんまり打ててないけども、それでもこんだけ点入ってるっていうのは、やはり、モンテスであったりとか、岡本選手が打ってるからだと思いますし、やはり3番、4番とか5番とか、やっぱクリーンアップが打つとね、こんだけ点が入るんだろうなって、入るなっていうところをね、証明してくれた試合だったんじゃないかなと、思いました。はい、そんな感じでね、今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。